ね、ちょっともうメガネ、ケントデリカット、ケントデリカット。世代、世代だよね。心にビタミン C、バリトン系。お疲れインボーブリッジということで、どんな格好しとんねん。ほんまに。君は36にもなってどんな格好しているんですかと問いかけてください。もうね、ちょっと暑くて今日は、ちょっとこういう格好してますけれども、本日は、ちょっとね、見えるかな。でっかいニキビこさえてまんねん。これ。黄体ホルモンの奴隷です。正解。マキシマムザ黄体ホルモンでございます。はい。本当に、こんなにもでかいニキビを、一箇所二箇所、こさえるのはね、これはテンション下がります、本当に。だけども、だけど、まあ仕方ない。まあちょっとここは、あまり触らないようにしていきたいんですけれども、こんだけ肌荒れてるのに、今日はメイクアップ。いつものデイリーメイクアップを紹介したいんですけれども、今回は学生の皆さん、貧血の皆さん、そしてずっとご愛用されている方、皆さん、必見でございます。キャンメイク縛りです。キャンキャンキャンキャーン。はい。一旦水飲もう。女優か？家でこういうの。女優かっつって。これ昨日ですね、収録現場でいただいたやつをそのまま、持って帰ってきたと。くるーってやったらもう飛ぶで、あんた。ほんまに。そう、キャンメイク縛りなんですけれども、もうさ、お金がかかるわけですね、メイク。男性の皆さんも最近はメイクをされている方も多いと思うんで、ね、女性だけでなく男性の方もお金かかるなってね、もう実感されている方も多いと思います。なんだけれども、やっぱね、キャンメイクはこの値段でいいんですかっていうね。そしてよ、これ、こないだ、局のメイクさんに、メイクをしてもらって、で、その時もなんか、こうやってもう寝ててお任せしてたから、で、仕上がった時に、え、このシャドウどこなんすかみたいな。キャンメイクですって。そうなんですね。で、速攻買いに行って、そのシャドウだけ買おうと思っててんけど、そうはいかないのよ。やっぱ見出すと。あ、これも買おう、これも買おうってなって。で、私のね、お友達、元エミレーツのお友達、エリちゃんね。エリちゃんも、もうずっと、このキャンメイクのこのライン使いやとか、このフェイスパウダーいいでって言ってて、教えてくれてたのがあったから、それももう全部買っちゃいました。はい。とて安い。本当にありがとうございます。ということで、ちょっと、もう、メガネ。ケントデリカット、ケントデリカット。世代、世代だよね。わかりるわかりる。なので、ちょっと、もう、日焼け止め、塗っています。ちょっと目むくんでんな。やっぱ、黄体ホルモンの奴隷の時は。なので、普段だったら、まあ、この辺のニキビとかも、コンシーラーで隠そうって思うねんけど、ちょっと今回でかいから、もうなんか、どうせさ、汗とかで取れるやん。そうやってもう、あんまりいらんことせん方がいいと思うんで、ちょっとコンシーラーも塗るのやめます。面白い顔。では、ちょっと、私が気になっているものから使っていこうかな。はい、日焼け止め、もう、好きなん使ったらよろしいと思います。はい。で、こちら。じゃじゃん。指紋拭きなさいよ。はい。見えづらい、こっちの方がいい？こういうことやな。キャンメイク、マシュマロフィニッシュパウダー。マシュマロフィニッシュパウダー、WMO。もう日焼け止めで若干テカっているのを、これで押さえていきたいと思いますけれども、もうなんか鼻なじみのいいベージュ、私にぴったりで、大きい鏡もついてる。あらす。いや、なんかさ、ほんまに肌荒れしすぎて、なんでこんなに荒れてんねやろと思ってんけどさ、丸一日働いたみたいなのが初めてやったから、多分それでこんなにひどいことになってるんやと思う。はい、で次いきますよ。マシュマロフィニマシュマロフィニッシュパウダー。さっきベージュやったやん。こっちはさ、このいろんなカラーが入ってるわけよ。わかりますか？で、私は今日は日焼け止めだけだったので、こっちをね、選びましたけれども、みんなそれぞれのね、肌質とかもあると思うし、テカリ具合とか気になるんやったら、まあどっちか選んでくださいってことやねんけど、今日は私こっち使い。あ、危なくない？うん、気づいた。そうこうしてるうちにベースが完成しましたので、アイメイクやっていきたいんですけれども、アイシャドウでございます。じゃじゃん。この色、めっちゃいい。
Can make perfect multi eyes X07。 はい、ここの色をまずベースに私は広めに塗っていきます。熱い、ずっと熱い、ずっと熱いんだよな。でメイクがさ、あんまりそのなんていうの、あんまり濃いめに普段からやると、あのテレビの仕事の時とかみたいにやっちゃうとさ、むっちゃ汗かくから、あんまりバチバチ肌作りもしないようにしてんねんけど、ほんま下地とパウダーぐらいでベースメイクはいいと思う。ではこの色ですね。はい、ビャンビャン、お腹痛くなってきた。ほんまにもうこの黄体ホルモンだけはどうにかしてほしい。アイホール全体に伸ばしていきますね。見えますか、見えないですか。でもこうやんのむずいねんな。アイホールで間抜けな顔してんな。はい、こういう感じでね伸ばしていきます。 OK ですか。ほんならば続きまして、このこれね、これピャンピャン、これで二重幅ですねに塗っていきます。はい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 、いい感じですね。むっちゃ発色良くない？嬉しい。ほんでやな、こういう感じで余ったやつ、余ったやつって言い方良くないね。余ったやつですか、あの下まぶたにも入れちゃって、入れちゃって、うんふん、ちょっと熱いな、くそ熱いぜ。でもちょっと今窓開けたらさ、なんかちょっと外の音うるさいからさ、ちょっとみんな聞きづらいよね。なんかちょっと我慢するけど、めっちゃここら辺も汗かいてるけどごめんな。 OK ですか。ほんだらば、ほんだらばこのさ下の色ね、これを、まあ、うちはその目と目の感覚離れてるから、このインにインにちょっと入れたいわけで、前まではこの辺になんかやってたけど、メイクさん曰くそれやったらこっち側に大きく見えちゃうから、ココさんの場合はこういう感じで見せたんやったら濃いめの色をこっち側に入れてくださいというお話をしていただいたので、そうしていきたいと思います。ここにね、こうやって入れるわけです。こういう感じで、わかりますか、ちょっと締まったように見えるの分かりますか。で反対側も同じように、むずっ、カメラ見ながらやんの分かります。お腹痛い、お腹痛い、生理中やのにこういう格好してるからお腹冷えるわけですよ。また生理中って言ってもだ、黄体ホルモン、マキシマムザ黄体ホルモン、怒られるって。はい、オッケーですか？オッケーですね。ほんでよ、ほんでよ。まだメイク終わってないけど、アイメイク。ここでやっぱ一体感をね、出したいわけ。何と？眉毛と。Yes, I do. なので、これなんとね、眉毛にも使えるわけです。これめっちゃおすすめ。なんで、まあ、眉毛、なんかペン、何？筆、適当に取りまして。で、私は、あ、こっち。このね、太い方で、ブレンドしちゃいます。ポンポンポン、 OK で、わかります？ほら色がさ、このアイメイクと一体感が出たわけですよ。 Do you understand? 腹立つ。ちょっと鏡見させてもらいますね。マジでこのアイシャドウ考えた人天才。うんうんうん、わかります？ほらもうこれでさ、正直も眉マスカラとかいらんわけよ。一体感が生まれました。ほいでからに、ほいでからに、まだ終わりじゃないんですね。これまだ使えるわけです。これがで、このうぅ、あ、すいません。Can make
パーフェクトエアリーアイブロウ01。はい。これでね、ちょっとこうやって、ちゃんと、整えて、で、若干なんかその、この辺とかオレンジすぎたなってなったら、調整してもろて。もうちょっと眉山欲しいな思ったら、調整してもろて。やってください。はい。では、アイメイクに戻りますけれども、この濃い色ですね。はい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 。これをちょっと私チップ変えてます。私はこの眉用のチップが自分的には使いやすいんで、はい、でここでこうやってね、私はここ埋めるわけですよ。よろしいか、埋めていきます。で埋めた後、埋めた後に、はい、これマジ優秀、キャンメイクの、こっちか、キャンメイク、クリーミータッチライナー02。これさ、こうむっちゃ細いねんけど、粘膜とかに、あれ ?Come on! Get out! はい、出ました。こう粘膜にも、こうやってね、引きやすい細さになってて。で、私は、見えますかね？ここ。ここです。全部引かない。わかりますか？目ん玉、目頭から目ん玉のちょっと3分の1ぐらい、自分の目幅の。ここむず。はい。そうです。ほいで、まだですよ。でさ、さっきのこの色。ちょっとここに、こうやって奥行きを出したいわけ。こういう感じで。こっちむずいねんな。こっちむずいねんな。Yes, yes, yes. ほんでよ、ほんでよ。で、ちょっとここ入れすぎた感あるから、ちょっとぼかします。ぼかさせてください。で、お好みのチップなんかございましたら、ちょっと目頭にこの、アイホール全体に入れたこの白っぽい色をこうやって置いていきます。よいしょ。汗止まりませんけど、なんで出んのんな、なんで出んのんな。はい、ほんで私ここに切開ラインを入れますが、ちょっとこれ覚えておいてくださいね。今何もやってません。ちょっと入ったわかりますか。もう何やったらもう目くそこらこれこれこれこんな感じです。はい、 OK ですか。でなんかこの、まあ、こっち側のね、あのアイメイク上部分はもう終わってんけど、ちょっと下やっぱり私もうちょっと欲しいわけですわ。何が、はい、涙袋です。やったら、この白とこれをちょっと混ぜて、はい、ここに入れていきます。わかりますか。はい、まだ終わりじゃないんですよ。ってなったら、さっき眉毛描きましたけれども、まだちょっと余ってるやつで、むず。鏡見ないとむず。だから要するによ、この真ん中の茶色をちょっと手でぼかしながら入れていくわけですよ。そしたらちょっと分かりますかね、このここに涙袋の線入れましたね。ほんならば、まだ最後じゃないけど、さっきちょっとリップをね、これもまたええの出してくれた、塗るんです。私はこれを全部塗るんじゃなくて、はい、出ました、ちょんちょんちょん、貧乏症塗りです。はい、クレイジーココおなじみ貧乏症塗りでございます。で、で、はい、今、貧乏症塗りしたやつを、ポン、ポン。これを私は、飼育代わりにしております。
もうちょっと好きだから。ここから取るんかい。これがね、持ちがいいのよ。いかんせん。完成でございます。こういう感じです。で、もう最近はちょっと汗がひどいので、もうマスカラとかは私塗っておりません。ほんでやな、メガネを Where are my glasses? あいや。で、皆さん、その、眉毛とかね、眉マスカラしたんやったらしたらいいし、で、キャンメイクからもいいの出てます。ただ、もう私はもう、汗で流れるから、最近はもうこれだけです。はい。で、結構、このアイシャドウは、マットな仕上がり。いつもうちラメとか使ってたと思うけど、そう、最近はちょっと、このマットな感じも好きやから、こういうマットな仕上がりになってます。はい。でも、ラメ、こっか、この上に塗っても全然可愛い。こことかね、中央のとこ置いてもいいし、これ、のこの色ね、これもチークになります。はい、こういう感じでポーチの中にさ、最近こういうなんかちっこいこういう何ポーチ、こういう感じのだから化粧道具があんま入らへんのよ。やからもうこれとほんまこれで、あとはもうこれさえ入れとけばどうにかなんねん。だからすんげえおすすめ。で、まあ、マスカラ塗らずに、もう、こうしたら、もうさ、完成じゃない？あげ。っていうことなんで、ぜひね、今日おすすめしたの全部おすすめやけど、これはもう絶対買ってほしい。はい。そして、もう、天才。これ、これね。まあ、いろんなん試してみたらいいやん。日本のやつって安くていいの多いから。で、やっぱプロのメイクさんがおすすめしてたから、そういうのは全部私は信用してます。はい。なので、ぜひ皆さんも試してみてください。で、なんか、逆にキャンメイクのこれおすすめやねみたいなのだったら教えてほしいな。またいっぱい買っちゃうかもしれないけれども。ではね、みんな水分補給はほんまにしようね。では、みんな、また次の動画でお会いしましょう。ほなまーん。Yes, I can!